朝か。こんな時間になんだろう。おはようございます。おはよう。めぐみさん、そろそろ回復した頃でしょうか。そうだな。と、司令官室に至急って言われてるんだ。ちょっと行ってくる。え？うにゃー。朝っぱらからどうしたんだにゃ。お嬢様、次は第二の運動でございます。柳、ラジオ体操はどうしてもしないといけないのか。さすが若山森殿、目立っていたでござるな。羨ましいでござる。珍しいですわね、お面を外して過ごすなんて。あのような大規模な作戦が成功したのです。開放的な気分にもなります。はい、朝釣りの帰りさ。大きな作戦の後は心穏やかに釣りができるさ。ネクストミッションでは私たちの部隊がヒーローになってみせるわ。昨日はお疲れ様でした。さすがは 3-1A の皆さんです。3-1A かやもり、出頭しました。朝早くから悪いわね。前置きはなしで伝えるわ。本日0600をもって相川めぐみ隊員は除隊しました。は？何言ってんだ。めぐみんは仲間だよ。相川さんは退役してセラフ部隊員以外の道を選んだ。どうしてさ。悪いけど分岐により除隊理由は教えられないの。第 31A 部隊の充足については後日会議を開催するから、かやもり部隊長も参加するように。そんなこと聞いてない。めぐみんはどこにいるんだ。会わせてくれ。彼女はもう一民間人よ。接触は禁じられています。なんでだよ。聞いてねえよ。わけわかんねえよ。外の方が危険だろ。彼女にはドームへ移住してもらい、穏やかに日々を過ごせるよう生活のサポートをするわ。機密に絡む部分で不自由はあるかもしれないけど、今よりは安全に暮らせるはずよ。どこのドームだ。探しに行く。無茶言わないの。引き分けのないから。頼むよ。会って直接話すことができたら戻ってきてくれると思うんだよ。だってめぐみんは入団式の日から絆を深めてきた大切な仲間だから。ヘリの移送手配をしたわ。そろそろ出発する頃ね。走ればまだ間に合うかもしれないわ。譲歩できるのはここまでよ。かやもり、失礼します。司令官に呼ばれたってめぐみさんの話ですよね。お玉さん、ちょうどいい。走るぞ。どこにですか。ヘリポートだ。めぐみんが行っちまう。え、急げ。はい。
これ以上近づかないでください。民間人との接触は禁じられています。これ以上は一緒にやっていけん。え？なんでさ！ルカ、自分の言葉を信じようとしたリーダーの予知能力者が人間やった相川めぐみにでもなくな、今の自分に、つまり人のアビーとなった相川めぐみに向けてあの言葉を伝えたんやと。あなたは救世主、それをみんなはまだ知らないだけ。それを試されたんが昨日の作戦や。結果はどうや？無残なものやった。もううちを支えるものは消え失せた。戦う意味も理由も自信も存在意義も全部や。救世主やない、ただのナービーやった。でもフラットハートは倒せたじゃん。めぐみさんはこれからも三一 A に必要です。アホなこと言うなや。すごい危険にさらしてもうたやないか。こんな状態でさらに戦場に出続けろ言うんか。昨日みたいに自分らを危険にさらす、いつか誰かを殺してまうわ。一筋の光明でもあったんや。この大役を務めきったうちも救世主として自信持って戦っていけるかもっちゅうな。せやからもうあかんねん。心折れてもうたんや。力及ばせた。うちは救世主やなかった。せやから戦う意味ももうない。守りたかったな。救世主なりたかったな。できんかったな。そんな一度くらいの失敗で一筋の光明を言うたやろ。グレアミ、君、司令官にも話した。うちの力で自分ら守れんかったら出てく。せやからな、ここで自分らとはバイバイや。めぐみさん、それでもです。めぐみさんが自分のことをどう思うかです。私はここに来て初めて人として生きることができました。ずっと頼られて戦うだけの人生だったのに安らぎをもらいました。だからめぐみさんは私の救世主です。今度はタマが人類の救世主になったってよ。ほな。